はい、どうも、ゆっきーです。今回から実況、していきたいと思います。ドラクエウォーク。ということで、最初は、現在、0時も回ったとこですね。早速、はぐれメタルのダンジョンへ、行きたいと思います。もう毎日ね、もう3時間から、多い時には9時間、いや、11時間ぐらいやってましたね。非常に楽しい。です。逃げましたね。で、メタルダンジョンは、まあ、こうやって逃げたじゃないですか。で、諦めるを押すと、なんか、いわゆる、何回もできるって聞いたんですよ。ちょっとそれやってみましょうか。諦めます。これ知らなかったんですよね。うん。はい。目的地にたどり着こうは、なったんで。ほほー、そういうあれなんですね。これ知らなかったな、全然。まあ、はぐれメタルですからね、狙いは。こんなメタルスライムはどうでもいいんだよ。で、今回は、もうサミダリ好き系で行きたいと思います。以前は、魔人斬りでやってたんですけど、うん、魔人斬りの武器が3つしかなくて、で、まあ確率 30% なんで、あんまりなんか、当たる気がしないんですよね。だから、器用さに心を全振りして、全部外すんかい。まあ、器用さは回心率に、比例するんです。どっちが当たりやすいのかっていう話なんですよ。これ。それがわかんねえんだよな。だから、魔人斬りか、サミダリ斬りか、どっちがいいのかなっていうのを、ちょっと体感で、ここにさらに気合い溜めを使うっていう方法もあるらしいんですけども、そもそもサミダリ斬りっていう時点で完全にランダムなんで、敵が死んでも攻撃続けるんですよね。だからできることなら、ヤシャノコンだったかの氷結乱撃ですね。1体に対して4回ダメージを与える。ただ、氷結乱撃はシャドウ属性なんで、気合溜めしないと、ダメージが入らないっていうことですよね。うん。まあ、だから、氷結乱撃の、ヤシャノコン。多分、あれが一番いいんじゃないかな。まあ、他にも、1体に対して4回攻撃するっていうやつがあれば、それが一番いいと思うんですけれども、今みたいにメタルスライムと同時に出てくると、やっぱりどうしてもメタルスライムなんていらないんですよってことなんですけども、それ言ってしまうと、もう
だから一匹を集中的に攻撃できないっていうのが、まあこのデメリットですね。しかも、あの死んでても、例えばメタルスライムが死んだとしても、そのメタルスライムに攻撃するという、まあ、まあ良くもあり悪くもありという感じでしょうかね。まあ、オーバーキルを狙うときには、今のあの、竜の扉のイベントではいいかなとは思います。アグレメタル1匹倒しても確か1万ぐらいでしょ。ぶっちゃけ別にうまくもねえんだよな。だって普通の戦闘であの2000ぐらいもらえるでしょ。いらないんじゃないのこれ。で、あと、あの、ムカつくことがあるんですけど、扉の、イベントで、あの、いちいち、あの、ねえ、ビーデルさん、ちょっと、あの、会心の一撃出しすぎじゃないですかね。なんか、嫌がらせなんかね。よし、ま、あの、回し蹴りやるぞ、つって。会心の一撃出して、死にやがってっていう、パターンが多すぎるくせに、こういう時に限っても、会心出しやがるね、マジで。ふざけんなよ、マジで。ほんとにさ、無駄会心出しすぎなんだよ。なんかやけにあれ、ちょっとあれ、なんかいじってませんか、あれ、もしかして。あの扉のさ、あれ、会心の時期出やすいように、あれ、されてんじゃねえの、あれ。怪しいっすね、それ。配信の時期出しやすいように、なんか細工が、あの、されてる可能性すらある。あ、もう逃げやがったよ、もう。たったの16,600? クソだな。これ無駄じゃないの?これ、あの、メタルダンジョン。多分、無駄ですね、これね。おそらく。16,000ももらって別に嬉しくもねえんだけど。もはや。嬉しくもないんだよな。シャノコン。雷神の槍。風たく。風たくじゃねえ。タクトと言ったらやっぱゼルダの風のタクトでしょ。で、こいつは、いらないかな、ちょっと。選手の指はこれいらないですね。とある理由でちょっといらないんですよ、これ。ここら辺は。カエテのリングもちょっといらないな。これもいらないっすね。
そうだな。いいかこれは。グレートアクセンション。最大 HP20 アップはかなりでかいですからね。うっ、寒い。何つけようかな。サファイアか。心をあと。今のイベント、扉のあのイベントだと、まあ、非常に重要なのが力と、風のあれですね。あのさっきのヤシャのコンの、大義ダメージの。風属性のものっすかね。まあでも普通にあのレベル上げするときはこの、なんだっけこの、斧無双ができるグレートアックスを使うと。まあこんなんなくても別に、あの、対して、意味はないんですけどね。はい、竜王の S が、ドロップしまして、これがまあ魔法使いで一応最強と言われてるんですけれども、まあ強いですね、やっぱり。うん。呪文ダメージプラス10。ターン開始時に MP6 を回復するというのかなり強いということです。で、まあ、あと、ヒイラギ同時の S。うわ、ヒャド系のやつの。ものですね。ヒャド系呪文アップ。あと、ここは、ガチャコッコの S。ガチャコッコの S が、スキル HP 回復効果が 7% と高いんですけども、まあ、パペットマンよりは回復魔力が、まあ、4だから8マイナスですね。だけど、まあ実際にやってみるとわかるんですけど、こっちの方が、パペットマンはダメです、これ。で、どっちもこれあの、光のタクト装備してますけども、これでいいんです。これでいいんです。これでいいんですよ。むしろこれの方がいいんです。うん、ということで。あ、ここら辺かな？うん。ということで皆さん、おやすみなさい。この動画が面白いと思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今後は、自分が発見したドラクエウォークに関する裏技なども、紹介して いければと思っております。それではドラクエウォーカーの皆さん、バイビー。